人生はアホ梅、おうちはドラッグ、よぴチャンネルにようこそ。よぴちゃんです。さてさて皆様、今回も前回に引き続きこの企画、ドラッグメイクチャレンジ。この企画は世界のメイクトレンドをドラッグメイクで再現してみようっていう企画になっております。前回はね、純欲メイクをドラッグメイクでやったらどうなるのっていう企画でやったんだけど、今回は超小顔メイク。少し前に一回プチバズりしたんだよね。それが去年、とある外国の男性の方がね、ショート動画でされて、それがね、とんでもなくバズったから、そこで知ったって方もね、多いんじゃないかと思うのよ。2回目の超小顔メイクでバズった男性と、私ちょっと顔立ちが似てるの。だから、これやれんじゃねえかと思って、今回やろうと思ったんだよね。というわけで、今回の動画のコンセプトは、超小顔メイクで世界一小顔のドラァグクイーンになっちゃおう！イエーイ！では早速、行ってみよう。メイク、スタート。今度はね、やったんだけど、いつもと様子が違うの。気づく人いる？ねえ、ほっぺた長くない？ねえ、ほっぺた長くない？これやばいでしょ。これは、このメイク仕上がっていけばわかるから、期待してて。今回、いつも動画の概要欄に、この、なんつうの、欲しいもの理想的な、あれをさ、貼り付けたりするわけよ。メッセージが残せるのよ。だからね、ちょっとメッセージ読ませていただきたいんだけど、HGMY ちゃん、このパンダさんのヘアバンドいただいたんだけど、いつも動画拝見させていただいてる HGMY です。小学ながらパンダミミヨピちゃんが見たいのでプレゼントさせていただきます。思ったより私の顔面がでかくて耳が左右に開いちゃったんだけど、かわいい、ありがとう。次はね、これなの。パーフェクトダイアリーのトラパレットをね、いただいちゃったの。ちかこさんからね、いただいたんだけど、スパンコール母子です。あれね、お母様と娘様で、親子で見てくださってるっていう、英才教育をされてるお母様から、いつも素敵な動画楽しんでます、これからも応援してます、ありがとうございます。今回いただいたしね、これを使ってメイクをしていこうかなと思ってるから、楽しみにしてちゃう。次がね、超様これ、6プラスのマリリンさんコラボのブラシ、これめっちゃいいってよくさ、噂では聞くからさ、嬉しくって。このブラシもね、今回メイクで使っていこうかなと思っておりますので、ご期待くださいませ。ご期待くださいませね、じゃないのよ。あんたコメント読み忘れてるじゃない、このトンマ。いくわよ。これいいですよね、ぜひ使って動画頑張ってください。長江より、あ、長江さんってお読みしたらいいのね。ありがとうございます、大事に使うわね。もうね、嬉しくて物じゃないのよ、気持ち。おばばはその、あなたたちがくれたその気持ちをいただきました。本当にありがとう。まずはね、じゃあね、眉毛描いていくわね。というわけで早速マリリンさんブラシ使ったかな。これアイブロウブラシね。このブラシすごいかもしれない。今度から眉毛これで描こう。で、眉尻はね、リップグロスで描いておこうかな。ちなみにこれはね、ダイソーのイワグラムのブラシです。リップブラシこれめっちゃ使いやすいの。じゃあね、一旦眉毛の下のラインをね、コンシーラーで整えましょう。そしたらね、眉頭に毛を描いていきましょうね。え、めっちゃよくない？え、かわいくない？これね、一旦眉毛は完成なのよ。じゃあこっちもいっちゃうね。綺麗な眉。今回ね、被るウィッグが割とブロンドというか、ブロンドとか茶色とか、いろんなこう色がメッシュで入ってるようなウィッグだから、眉はまだそんな感じの色ね。そんな感じってどんな感じよね、私もわかんないの。この色が何色なのか説明できる方いる？
グレイシュブラウン、形もさ別にそんなにきつくもなく緩くもない、まあ言ってみれば無難な美しい眉。じゃあね、カットクリスをねやっていこうと思うわけ。ここで早速登場のパレット、このパレットの中身に関しては、このパレット使ってメイクしてるメイクアカウントの方がね多分ね35億人ぐらいいるから、そっち見ていただくとして、まあつまりこんな顔になれるってことね。うん、綺麗なオレンジ味、赤みの強いブラウンって感じ。レンガともちょっと違うんだよね、レンガほど赤くはなくて。あ、綺麗。うん、この色綺麗ね。今まで持ってたパレットの中にありそうでなかった色だな。なんかジェフリースターのオレンジ色だけが集まってるパレットも持ってるんだけど、その中にもこの色なかったな。綺麗ね、この色。うん、がっつり。うん、いい感じじゃない。そしてこれでトランジションするんだけど、トランジションはいつものヌードカラーのパレットでやっていこうかな。うん、綺麗。あー、綺麗。動画に対するコメント一つ取っても全部読ませていただいてるし嬉しいの。だけどさ、形として高くてさ、やっぱパワー強いよなっていうのはやっぱあって嬉しい。もうね、大事にします。本当にこんなに愛されて私は幸せです。続いてこのね2色のトランジションカラーね。あ、いい感じじゃない。うん、うん、お掃除までねしてきちゃった。ブラウンだけどね、やっぱオレンジ寄りのブラウンって感じ。そしたらね、コンシーラーでまずはね、このね、お掃除した中をね、うめうめしていきますね。うめうめってなんか、エッチな感じがすんの。私だけ？うめうめ。うめうめしよう。いつもはこう、うねって、キュッて上がっていくカットクリスを私は描きがちなんだけど、今回も、どこまでも登っていきそうな、登り竜のような、そしてカットクリスの中、今回はね、色を入れていきたいんだけど、このいただいたパレットの中には、この虎みたいなオレンジとか、虎みたいな黄色とか、イエベ系の色がたくさん入ってるからね、今回はイエローとかオレンジとか、そっち系の色のカットクリスにしていこうなと思ってんの。絶対綺麗でしょ。綺麗。このパレット、綺麗くない？皆さんもご存知の通り、私ってさ、ジェフリースター信者じゃない？使ってるコスメ、大体ジェフリースターなんだけど、捨てたもんじゃないよね。めちゃくちゃ発色すんのね、今のパレットって。あ、綺麗。うん。目尻側はカットクリースのクリースラインに使ったのと同じ深いオレンジ、あれを使ってね、こう目尻側を作っていきます。今回ね、この後ウィングは描くんだけど、ちょっとフォクシーっぽいアイシャドウのせ方ね。うん、きれいきれい。そしたらこの黄色と茶色の間もね、オレンジ色でつないでいこうよ。ねえ、きれいなんだけど、このオレンジ。やばくない？このオレンジ色。いいわ。あら、素敵。目頭にはね、キラキラっとした色をね、のせていきましょうね。うん。そして最後に、まぶたの真ん中あたりに、こう、指をね、使ってポンポンポンって、キラキラっとしたオレンジ色をのせていきましょうね。めっちゃ綺麗。待って。すごい綺麗、これ。優勝じゃない？大優勝。いい感じです。カットクリスできちゃった。こっち側もやっていくね。見て。めちゃめちゃ綺麗じゃない？このアイシャドウ優秀じゃない？綺麗すぎる。ちかこさん、見て。
このアイシャドウやばくない？私ちょっとね今感動してんの。このアイシャドウが綺麗すぎるって。ちょっといろんなアイシャドウ使わなきゃダメね。ジェフリーばっかりにこだわってちゃよくないわって今すっごく反省してる。うん、素敵。じゃあね、次の工程いきましょう。続いてアイシャドウね、アイシャドウつってももうね下まぶただけなんだけどね。まずはヌードトーンを涙袋の幅でパッと入れていくわね。うん、次にカットクリースのねクリースラインでも使った濃いオレンジ色使ってね、下まぶたの目の縁をねこうキュッて締め上げてね、こう目を強調していく感じ。同じ色で涙袋の影作っていきましょう。うん、こんなもん。はーい。そしたらポイントコンシーラーで涙袋の中をねお掃除していきましょう。本来涙袋の真ん中にキラキラのステアイシャドウは終わるんだけど、今回はねアイライナーとにキラキラ入れようかなと思ってるから、アイシャドウの工程はここで完成。じゃあね、こっちもやっていきましょう。ほら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 、全然ホラーじゃない、美しすぎる。もう上まぶたのオレンジの時点でもう完全に美しいんだけど、下まぶた入ったらこの目力見て。あ、気づいちゃった、あの裏作業でインライン黒くしちゃった。それもあって目力やばいでしょ、うん、次の工程いきましょう。次の工程はアイラインなのね。アイラインなんだけど、久々に目頭の白目の拡張がないグラムメイク寄りのメイクをねしようかなと思ってます。前回の白目の拡張がないメイクっていつ？あ、去年の年始の2023年の年始のマチルダ以来よ。あのレオンの映画に出てきた女の子がそのまま成長して殺し屋になりましたっていう設定のメイク、マチルダよ。あの忌々しいメイク、まあ早い話大こけしたのぶっちゃけた話、別に見なくてもいい、まあ見てくれてもいいけど、私はまあそこそこ可愛いと思ってやってたけど、こけたの。続いてウィングね。最近私の動画見始めてくれた方もいると思うんだけど、ペンテルです。ペンテルの筆ペン最高なんだから。ここまでゆぴチャンネルを見てくださってありがとう。面白いなぁと思っていただけたら、いいね、高評価ボタンよろしくお願いします。また登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると喜びがこぼれ落ちます。どうぞよろしくお願いいたします。ペコリ。ウィングもね、いつもより全然ちっちゃいの分かる？こんなちっちゃくたってどうせつけまがギャンギャンだから目力強くなんのよっていう言いたいことわかるわ。そしたら最後に下まぶたの縁に少しアイシャドウの黒をのせてね、この目頭と目尻をなじませたらアイラインはね完成。性格悪そう。じゃあ最後出たんだけど、黒いのがねちょっと目立ちすぎてるから、これをカットクリースのラインに使った深いオレンジを使ってね少しだけなじませようかな。うん、はいはい。で最後にカットクリースで言ったじゃん、キラキラを入れるのはアイラインでやりますって。私忘れなかった、えらい。じゃあね、こっちもやっていきましょう。ちょっと待って、ゴージャスねえ、すごい綺麗だと思わない？うん、もうヨピチャンネルの真骨頂って感じがして、今回も最高でした。てかあんた
それでいいと思ってるわけ？ここがどこか分かってる？ヨピチャンネルだよ、ヨピチャンネルだよ。アイメイクがちょっと綺麗なだけで満足してくれるような皆さんが見てるチャンネルではないの。ヨピチャンネルはもっと目の肥えたメイクフリークたちが見てるチャンネルなんだよ。そうなの？そんなに皆さんメイクにお詳しかったんですね。いやだ恥ずかしい。というわけでヨピチャンネルがこんな無難なことで終わるわけがないの。みんなもね、分かってると思うんだけど、こっからが本番よ。アイメイクができたら次は、そう、リップ。リップやってくんだけど、みんな今回のコンセプト思い出して。超小顔メイク。誰もが憧れる超小顔メイク。私はね、お世辞にも顔が小さいなんて言えないぐらい顔がでかいんだけど、そんな私でも小顔になれちゃう方法が一つあるの。やっていきましょう。まずは下書き。こっからよ、こっからが大変なの。一旦こんなもんかしらね。少しね、こう下を向かないといけないのよ。これ人中が少し歪んでるから、あんまり人中にかけちゃうとね、曲がってしまうのよね、唇が。うん、こんなもんかな。いいかも、いいかもしれない。折れた、最後の最後折れやがった。こいつしゃあないので、黒、黒いアイライナーで一旦こんな感じでいいかな。下書きは、私が冒頭コンテアはやってきましたって言った時に気づいてた。鼻のコンテアはしてなかったの。だから今から改めてね、鼻のコンテアしていきましょう。かわいい花。見えてきたね。かわいい、かわいいわ。楽しい。楽しいの伝わってるかしら。めちゃめちゃ楽しいよこれ。見える？わかる？みんな。エクセルもまさかこんな使われ方することになるとは思ってなかったでしょうね。ちっちゃい花ができてきたね。もうちょっと、もうちょっと立体感欲しい。私はこれじゃ満足しない。もうちょっと立体感欲しい。楽しいんだけど、ちょっとやだ。なんでこんなこと思いついたの、この。これ、初めて考えた人。鼻筋ね、思えばもうちょっと強調してあげないと。見えるよね。鼻に見える、見えてる。私は見えてる。てかさ、私とツイッターをつながってくれてる方はご存知だと思うんだけど、ババア問題、ババア問題が発生したのよ。もう解決してるんだけどさ、まあ私キャラ設定として42歳のババアが一生懸命お家でドラッグメイクをやってるよっていうチャンネルを今運営してるのよ。だからよく動画の中でも私自分のことババアババア言ってるじゃない。それに対してもう私よりももう少し先輩の方が、ヨピちゃん若いのにババアババアって繰り返すと自分がもっと吹き込んで感じるっていう趣旨だと思うんだけど、そういう風に私は受け取ったんだけど、そういう感じでやめて くださいっていうメッセージをもらったんだけど、何よりも私がそれを楽しんでいるから、やっぱりお一人のご意見では方向性を変えることはできませんっていうふうに、そういうふうにお伝えをしたら、まあババアって言わないと成立しないメイクチャンネルだったら諦めますって、なんかすごい強い言葉いただいちゃってブロックされちゃったの。 YouTube の基本は自分のやりたいようにやる、だから私が自分のキャラ設定を作って
やってきた4年半であってもう今更変える気もないっていうのはもちろんそうなんだけど、自分が辛いからあなたが変わってっていう言い方に聞こえちゃったの。コミュニケーションの基本は相手を変えることを考えるよりは自分が変わることを考えなさいが基本だと私は思ってるんだけど、自分が傷つくのが嫌だからあなたがババアっていうのはやめなさいっていうのはやっぱり納得いかないっていうのがね一番の本音だったんだよね。どう思います？だってババアだもん。ババアなの。メイク続けるね。やばくない？もうちょっと見えるんだけど楽しい。待って、初めてデカめメイクやった時のときめきを私は覚えています。今はい楽しい。これだからやめらんない、変なメイク。じゃあね、さらに濃いブラウンで、あ、じゃあまずね少し明るい色でね立体感出しとこうかな。リップに、リップっていうか鼻なんだけど、最高じゃない笑うと口も笑うじゃあかなり濃い暗い茶色でね影色を作っていこうかな。ちょっとこれだと影として物足りないから少し黒足そうかな。上唇と下唇の境目描いていこうかな。いやだ楽しいねえ、楽しいんだが、え楽しいえ今私超楽しいんだけど、やばい、何でできちゃった楽しいいいね。そしたら最後にこのお鼻にあのハイライトのっけてちょっとだけ立体感出そうかな。立体感というかそのリップらしいキラキラっとした感じしていこうかな。あんは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 。ではメイクを仕上げてお着替えをして戻ってまいります。さてさて皆様、今回は前回に引き続きドラッグメイクチャレンジということで、世界中のメイクトレンドをドラッグメイクで再現したらどうなっちゃうのかっていう企画だったんだけど、どうかしら、小顔見えるよね、すごくない？ちょっと待って、ニコニコしてる、ニコニコしてるわよ。鼻を動かすとさ、こうパッとくしゃべってるみたいな、気持ち悪い。小顔にするためには顎下が邪魔だってことで、ね、口をがっつり上げて顎をなくしちゃうっていうこのやばい発想サイコパスな発想で生まれたこのメイクだと思うんだけど、初めて考えた人さ天才じゃない？本当の口これね、本当の口これね、やだやだでね、今回は欲しいものリストからお優しいファンの方がですね、たくさんのプレゼントを送ってくださいまして、そのプレゼントを使って今回メイクをさせていただきました。お衣装もオレンジ色で冬空ガールって感じ、真冬のニューヨークの街角で寒さに耐えながら恋人を待つ女の子って感じでサイアンゴー笑ってるみたいね。今回のメイクも大変
よくできました。夢に出ても知らないわよ。今回の動画いかがだったでしょうか。よかったら高評価やコメントをお待ちしております。サクッとチャンネル登録もしてってね。こちらドラグメイクチャンネルヨピチャンネルのヨピちゃんでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。